いって。戻った？これでどう？戻った？よくなりました？ぬるった？ビール、ちょっと昨日買って冷えてないんで、氷入りで。720p に落として。アミーゴのその負けたのは何だった？ヨシミツ。ヨシミツ。名もなきヨシミツ。ジンで。何が敗因だった？2-1にはなったの？なってる。0-2？0-2で。うん。負けました。あれ0-2でしたっけ？あ、プニプニさんどうもありがとうございます。声が聞こえるんだったらまあじゃあ今アミーゴにアミーゴがルーザーズ落ちちゃったんで何でか聞いてみます。どんなだったの？アミーゴちょっと来てよ。あの、椅子持って。徹子の部屋的になってる。徹子の部屋。窓リーマン。よいしょ。ちょっとなんか今、Wi-Fi が良くてカクカクらしいんだけど。まあ、声は届いてるみたいなんで。どうも、アキくん、スマイル。なんか声は届いてるでしょ。なんか画質落として今相当カクカクでやってるっぽいけど、アミゴがさ名もなきダークホース吉光に負けちゃってさ、なんでちょっと下を打たなすぎたのと自分が、あ、そう、噛み合わなかったですね。でしょ、海外はね、やっぱあれですね、コントローラープレステの、うん、あと動きが違いますよね、やっぱ。あると思う。アケコンと、うんうん、コントローラーと。あの、それより俺何年も紐解いてるんだけど、俺らは日本人同士でアケードとかでさ、動ける人、もう常に動ける人とやってるじゃん。で、山捨てがまあ、上手い人、台が高い人はできるじゃん。うん、パッドの人とかってもう山捨てをしない人とかいいわけよ。そう。じり下がりとかしてて、それはもうその人の、ペースで、こっちとしてはなんかタイミングが狂うんだよね、それって。そうなんですよね、なんかその人もまさにそうでしたね。横移動もなんかあんまりしないし、うん、山捨ても全くしないし、なんか行っていいのかなとか思って行くとちょうど置き技が置いてあるみたいな。そうですね、画面はね、見てたりするの。変なところ画面見てたりするの、うん、見てる意外となんかこっちのダッシュ見た瞬間にアップ上げてたりとかもするんだけど、下手に勘繰りすぎましたね。そう、勘繰りすぎるとあれで、うん、奈落ってなかったっすもんね、全く打ってない。怖がって打たなきゃダメだね。打たなきゃダメだね。最後の方カウンター取れてたけど、うん、そうだね、やっぱり崩しに行かないと。なんか、あ、暴れられてブレード食らったとかはなかった？ないや、あれを、まあ、食らわないように立ち上がったんで、うん、そこは見てる、待ってましたね、うん、ブレード待って、ブレード出させて殺してたんで、うん、そうそこは意識してたなみたいな。水面めっちゃ打ってたんですよ、その石水です、うん、だからアミーゴさん目指しに飛ばねえなと思ってこの大会で一回もライト打ってたって俺は思ってた。打ってない。あんだけ
サイドが大舞台で普通に堂々と打ってた。これが暴発して勝つくせに。あいつ打ってたのかなって打ってないね。いや普通に強かったっすよ、うん、しっかりしてるしっていうかもう強い場所でしかまた打ってこないみたいな、うん、そういうタイプですね。でその人は結局どこまで行ったの、うん、結局、ウィナーズの最後で負けましたね。ジョイ・フィーリーに負けて、じゃあその人が2位なんだ。2位、うん、で、ルーザーズの最終的にもう1回やったってことでしょ。じゃあやんないの。もう2回ぐらいやったからですね。その吉光とはやってないんですよ。あ、ウィナプールウィナーズファイナルに行ったあの抜け者、ウィナーズ抜け者、うん、ウィナーズファイナルまで行って負けた人、うん、ルーザーズトーナメントを勝ち上がった人が行けるってことなんだ。そうです。あ、そうなんだ、うん、3人抜けると多いっすね。なるほどね、うん、プールごとに1人多くなってる計算ですね、うん、まあ、でもそのウィナーズファイナルまで行って負けた人の方が3位の人よりも相当 2、3個上ぐらいのところから始まるはずだよ。うん、うん、確かに俺去年そうだったかもしれない。3位ニンと韓国のニンとプールプールで入れられちゃって、うん、確かそうだ、うん、アバルトさん声はこれ大丈夫？まあカクカクかもしれないけど、画質も落とした。声は大丈夫、ありがとうございます。アバルトさんって、まあ、よく視聴してくれてる方なんですけど、うん、ご結婚おめでとうございます。いやでも今3位で落ち込んでるところなんで。ちょっと止めますね。いやまだエボ優勝は可能性ある。あ、全然ある全然ありますよ。エボ優勝まであと何勝したいですか。数えきれないですね。ノビが言うには十何勝12勝十何連勝をしないと。ハート残り残機なしで。きっつとか言っても誰かしらが十何連勝したら優勝してる計算ですからね。ウィラーズのインテリストは言ってもそうですよね。そう、うん、変わんないですね。前でも、いつ去年のエボの時に、タケが結構あ、2回戦で負けたって言ってました、プールの2回戦。プールの2回戦、プールの2回戦でエリザに殺されて、うん、そっからベスト8まで。そう、あれ、タケ何連勝してんのお前ってぐらい勝ったってあるんですね、ほんとに鬼神だったん。去年、タケがやってる。俺去年一番これ優勝していいのタケなんじゃないのって思ってたからね。何人倒してんだよ。でもそういうのは映らないですからね。もうルードで言ったら下水ドブなんで表には出てこれない。配信の選ばれる人はどういう基準なんですか。配信台に行かされる人はもう決まってるね。あのトーナメントのプロモーション側がもう次はこれってストリームするよっていうマッチをある程度 2、3 試合前に呼びに来るから、その時に鉄拳シーンを知ってる人が決めてるんじゃないかな。去年俺とコウスケさんが男女サイズしたんで、うん、どういうのかな、重要なんだこれ。日本人対決。いや、バトワイザー。あ、いや、マイプール、トゥモロー、トゥデイ、サタデー、ラスベガス、サタデー、フィニッシュ、アミゴ、ジン、フィニッシュ。明日って何時から鉄拳始まるの？早くて8時。8時いるんだ。8時の人がいる。ここにはいない。10時、10時、12時、12時、14時。あ、14時もある。10、12、10。バッツ10。
10、12、14、14、14が一番最後多分。じゃあそのラウンド2に行けたら、プール抜けしたら割とすぐ始まるんじゃないですか。14時から、16時から、うん、16時。そう、16時から、うん、ラウンド2行きたいな。16時か。あ、じゃあアミーゴは16時からっていうね。あ、どっちだったか、16か18か18だったかな。あれだ、敗者が出てからなんですかね。なんか負けた組があれ見といた方がいいぐらい時間。確か18だったさ。日本時間朝8時ぐらいですよ。日本時間見てどうすんの。俺らわかんないじゃん。わかりにくい。今日本が朝、え、日本朝、あ、始まる今日本朝9時ん17時。あ、あ、そっか、これか、変わってないんだ。日本17時、明日の第二は変わらない。が始まるあたりですね。6時とか、うん。伸びとかは抜けたとは聞いたけど、全員ウィーナーズで勝ってるの。のびさん、のびたけゆうは、あ、のびたけのろまがウィーナーズで抜けて、ゆうん、ユーさんが2抜け、2だからルーザー。誰にやられたんだ。 A 県、あ、あ、そうか、そうか、 A 県、 A 県、 A 県か。あ、アバルトさん、だって今日 土曜日でしょ。土曜日の花火大会多いでしょ。8月4日行かないの。行かないか。鉄拳の花火大会とか行かないから。人を見て、もう全、アバルトさん今日もう全然カクカク？朝とは全く違う感じ？また朝にやるかな、じゃあ。うん、なんかすぐローディングになっちゃうね。自分は飲んでよ。まあ俺もとりあえず飲んでますけど、ビール一杯にしときますけど。あみこ、カジノ、え、カジノは行きたいみたいな。カジノちょっと行きたいですけどね。明日にしときますか。うん、まあちょっとじゃあ鉄拳練習して寝ます、今日は。あ、で朝あと6時間後ぐらいにはもう起きるつもりなんで、そしたらちょっとだけまた配信しますんで、よろしくお願いします。夜の、夜だよね。土曜日の夜になると思いますけど、そっちは。じゃあまた。